どうもこんにちは、ジンですジャクトですいや今日はビストロシャイニーのロケをしておりまして、はい、でもうちょっとこれ先に上がっちゃうのかな、これはい、うん、とりあえず後であげる予定です。食べないよとりあえず詳しくはこれね、はい、今度見てください、はい、あこれ新しいパターンだな、意外とこれでなんかね再生とかどうなんだろう、響くのかな、逆にあれじゃない、見たくなるんじゃない、宣伝になったらいいですか、これもう食べかけなんですけど、はい、今回肉まん作った、肉まん大成功、はい、であとはパスタっすよね、炊飯器登場しましたからやつ、はい、私食べますよ、ね、いや俺はこっち食べれば、じゃあカチカチになっちゃってるからもう、はい、私もこれいただきます、うん、だこれをちょっと食べながら今日はまあ、別に何の節目でもないんですが、はい、ビストロシャイニーで今までなんか美味しかったものとか、なんかアザミさん的に気に入ってるものとか、自分が食べて美味しかったものとか、はいはいはい、やりましょう。またかよ。いやこれさっきもやったような、それ。やけどしたんですよね。ティッシュいる？また、あ、大丈夫です。ね、だからやっぱビストロシャイニーのいいとこっつったら、はい、安い、手間かからない、まあ簡単にできる、簡単にできる、ヘルシー、健康、家が狭い。家賃が安い彼女がいない、ね、彼女がいないそれ関係ないですけど、何もないよっていうですよ。じゃこれちょっといただきながらやらせていただきますね、うん、自分はそもそもですね、はい、やっぱイタリアンなんですよね、ベースは。なんで結構なんていうんですかね、イタリアンも結構ね、食材の素材を生かすようなあれが多いんですよ。はい、だから塩コショウなんですね、基本的に。ああ、そっかそっかそっか、うん、だからまあ日本人に合うよというはい。真似しやすかったりします、うん、なんで結構ねパスタやらせたら1億通りぐらいあるんですよ、パスタだけでこれもパスタですかね、これもパスタ、うん、だから今まで俺が作ってきたパスタで、はい、たスマイルが一番気に入ったやつですよ。あー、もしかしたら前回のナポリタンかもしれないです。あー、あれね、最新のやつ、うん、最新っていうか、うん、ちょっと前にやったやつ。スマイルは結構そのあれですよ、だからそのナポリタン系の好きそうだもんね。そうなん、酸味があるものが好きなんで、うん、和風カルボナーラもめっちゃうまかったんですけど、はいはいはい、そもそもクリーム系よりも、うん、ああいう酸味が効いた系の方が自分好みなん で、和風カルボナーラも本当に美味しかったですよ。和風カルボナーラ言ってもあれなんだろう、クリーム入ってないからね、でもね、うんうんうん、なんか牛乳だからね。 あ、ほう、はい、あとは冷製パスタ、あ、はいはいはい、カツオの、うんうん、カツオでしたっけ、あ、カツオだ、カツオでね、簡単だよね、あれね、カツオが全然臭くなくて、あれびっくりしました、うん、あれちょっとドキドキしながら食べたんですよ、生臭いんじゃないかと、はい、あれ美味しかったですね。そうなんだ、だからそういうのは本当かなり勉強になるんじゃないですか。なんかごめんなさい、勉強になるっていうと上からですけど、やってみたら違ったなっていうことでしょ、はい、そうです、そうです、やってみないと分かんないもんな、うん、いや俺はむしろみんなに見せたことないけど、今までここのパスタがうまかったみたいな。ああ、うん、あれじゃないですか、ラパウザじゃないですか、ラパウザ、いや、うん、やっぱトゥーザハーブスだね。ああ、トゥーザハーブスですか、うん、働いてましたもんね、うん、トゥーザハーブスの何個かあるけど、うん、なんかオマールエビのクリームパスタみたいな、はい、それはもううまそうですね。だってアンチョビとあとなんだっけ、あの椎茸、あのうめえやつ、あの海外のポルチーニ、ポルチーニ、アンチョビとポルチーニとニンニク炒めて、うん、もうその時点で、はい、もうなんかすげえいい香りするんだよ、うんうん、未知な、何この匂い、食欲そそるような匂い、うん、それになんかブランデーでぶわってこう香りつけてさ、うん、でがっつりオマールエビが入って、はい、で純正生クリーム入って、でなんかの魚のなんかアサリの出汁、はい、入れて、でパスタ入れてってなるから、うんうん、でチーズもバターも入れるから、うんうん、バカ野郎と思ったもん、こんなことしていいのかって。オールスターですね、うん、オールスター感謝祭じゃやってんのかな、季節なんだよな、あれクリスマスぐらいのシーズンだったから。高そうじゃないですか。そうでもないですよ。あ、そうですか。1500円ぐらい結構しますね。いやでも安いって。まあまあそうですね、うん、だってペペロンチーノで800円とかするの。あ、感覚わかんないですよ、自分とか。そのもうガキなんで、サイズなんで、サイズの、ごめんなさい、まあ、サイズより安いとこないですけど、うん、そのイタリアンだと、あとめちゃくちゃ背伸びしてカプリチョーザなんですよ。ああ、カプリチョーザうまいよね。はい、うん、カプリチョーザのライスコロッケみたいな、うん、あの中にあのアランチーニだっけ、
ていうんですか、うん、チキンライスみたいなのが入ってるやつ、うん、あれがちょっと大人みたいな感じなんですけど、はいはい、本当にちょっとそういう恥ずかしいんですけどそういう感じなんで、興味がなければそうなるよ。興味がないわけじゃないんですけど、うん、なかなかだって何ですか、高いところって行ったことないんですよ。そうだね、でも高いっつったってたかが知れてんのよ。ほとんどなんか食材費ってよりも内装費とか雰囲気とか立地、うんうん、とかで変わっちゃうから値段は。いや中華街もね、多分中華街っていうか ほぼそうなんですよ、飲食って多分。雰囲気確かに雰囲気雰囲気、はい、サービス料、はい、そこです。それも含めて、まあ、勉強しに行く人もいるみたいなんですけど、うんうんうん、そういううまいものってなったら、はい、でもシェフにもよるんですよね。俺シェフにもよると思ってます、はいはいはい、同じ食材使ってもなんか炒めるタイミングとか、うん、すごい全然違うんですよ。だからそれはもう働きながらこの人のまかない食いてみたいなのがあったね、うんうんうん、なるほどですね。でも話ずれちゃいますけど、沢井社長に時々ご飯連れていたわけじゃないですか、うん、で自分たちが行ったこともないようなところを連れてくれるわけじゃないですか、うん、でこの前は森下っていう自分地元なんですけど、はい、墨田区のね、江東区か森下はの美濃屋っていう、うん、馬肉の桜鍋のであそこ多分創業百何十年とかそういう料理なんですよ、うん、そこ沢井社長がおっしゃったのは、沢井社長も馬喰の従業員さんを連れていくと、うん、で古いのに綺麗っていうのが一番かっこいい。そうだね、はい、うん、さっきの雰囲気のお店の雰囲気とかじゃないですけど、内装とかの話じゃないですけど、美濃屋ももちろん建て替えてるんですけど、それでも多分築何十年経ってるんですよね、あそこ。そうだね、それでもピッカピカだったんですよ、ね、ほこり一つない。でステンレスの味のあるねテーブルがピッカピカで、でも本当に何だろう、本当最近作ったものみたいな、なんか千と千尋の雰囲気で、うん、本当そうでしたね、うん、でも本当それってすごい食育だなと思って。確かに確かに飲食店やられる方とかはね、そうやってそういうのをやっぱ見て自分のお店に還元したいっていう、きっと沢井社長思いでやられてると思うんですけど、うん、なんか本当勉強になったなっていう。しかもそのまあ多分行ってみたら高級じゃないですか。そうだね、うん、まあ、そういう雰囲気がねやっぱりね、はい、なんつうの、その料金にもあると思うんだよね。だから歴史とかね、そうですね、はいはい、そう思います。でイタリアンの歴史ってやっぱイタリアからですからね、基本的には。まあでも日本のイタリアンってなるとやっぱまた、まあ、違う、地元のイタリアンとはやっぱり絶対違うと思うよ、はいはい、まあ、俺は、うん、パスタとかもさ、向こうは多分もっと種類いっぱいあるから、うんうん、チーズにしても、はい、だからもう全然違う。あとはなんだろうな、多分品種も違うんじゃないですか。若干エビっつってもさ、向こうのエビとこっちのエビちょっと違ったりとか。人そうですね、うん、うん、するんで、うん、あとやっぱ日本のレストランって結構絶対確立されてますよね、うん、日本で食べるイタリア料理とかめっちゃうまいですもんね。まあ、あと洋食、うん、ああそうですね、あれはなんかフランス料理から派生させたなんか洋食ってなんかそんな気がするのよ俺。ああそうですか、うん、洋食屋さん、そうだから日本人がアレンジしたフランス料理みたいなそっかそっか、あれはすごいよ。すごいですね、うん、はい、あと自分神保町に、うん、お気に入りのタイ料理屋さんがあるんですよ。あタイ料理、はい、はいはい、めっちゃうまいんですよ、で自分タイで食べても絶対こんなもんぐらいだろうと思うんですよ正直。だからわかんないです、ごめんなさいわかんないんですけど、うん、本当にやっぱ日本のそのレストランの技術とかって本当すごいなと思って。日本人はやっぱ職人気質があるからわかんないけどね、はい、俺もよくわかんないけど、大量生産とか安く大量にとかっていうのは無理よ、うん、あ逆に、うん、だけどもうこの人死んだらもうこれ技術なくなっちゃう、うんうん、っていうものはいっぱいあると思う、うん、そうですね、うん、それは何においても言えますね、何においても言える、うん、そうですね、だからそれはねもう本当にあれじゃないですかね、それこそなんて言ったらいいのかな、失われたあれですよ、古代文明のようですよね、まるで。ああそうですか、真似できないんだよなっていう、うんうん、すごいんだよな。そうかそうか、そういう技術が当時あったけど、そう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 、うん、ねえ本当に。ではすみません、ビストシャインの話戻りますか。ああ、あとはじゃああれですよ、だからまあ単純にはパスタはじゃああれですか、そのナポリタン、ナポリタンかな、うん、
うん、これ肉まんも1年越しですよね。そうっすね、はい、まあ、メインチャンネルの時言うんですけど、はい、リベンジしてやりましたよ。だってあれクリームシチューと一緒に作ったんですよね。クリームシチューと一緒に作りました。はい、そうですよね、はい、でクリームシチューが一発目ですから、ベストチャンネル。2発目だろうか。2発目が肉まん、うん、はい、あとなんだっけ、水餃子。水餃子、うん、このリベンジっすよ。リベンジ達成しましたね。完璧にこなしてやりましたよ。もうまあ詳細はね後日ちょっと見ていただきたいんですけど、すごいうまくいきましたんで、はい、これは真似していただいたらねできますもんね。そうそうそう、もう本当に家族でやってほしい系のやつ。はい、あとはあれかな、今後何作っていこうかなっていうのもあるんだけど、かっぱ橋行きたいなっていうね。あ、かっぱ橋火曜日行きますよ。そう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 、はい、ちょっと調理器具買いたいなって。包丁だよ。包丁か、俺の包丁。うん、ほとんど手で切ってるもんじゃん、あれ。手で切ってる、こういう感じですか。手でもいいですか、あれだったら。だから包丁を買うことによって魚さばいたりとかもできるから、はい、ああ、はいはいはい、包丁を変えて引っ越すことによって魚料理ができるようになるから、はい、俺。ああ、じゃあ気まぐれクックさんみたいなもできないですか。いや、あんなできないけど、本当にちょっと魚をおろすところとかも見せたいなっていうのもある、はい、はいはい、ね、なるほどですね。うん、あとあのオーブン買うから、俺。ああ、オーブンね、はい。丸鶏の丸焼きとか。丸鶏の丸焼き、丸鶏の丸焼き、うん、どんぐらいのオーブンなんですか。どうですかね、でも人一人入るぐらいは欲しいですよね。マジですか、人丸焼きできたんですか。できちゃうでしょ。でもやっぱり手出しない料理があるからな、中華とかあんまやらないからね。今日肉まん作ったけどさ、うんうんうん、中華やりたいね。中華いいっすね。究極の麻婆豆腐シリーズ、はい、うん、オイスターソース作ってみた。はい、麻婆豆腐いいっすね、うん、エビチリ。エビチリ結構揚げるからね、中華料理は。うん、ちょっとヘルシーとは遠くなっちゃうね。ああ、そうですね、うん、あと手付けじゃないのどこですか。トルコ料理どうなんですか。知らんよ、そんなの。トルコ料理って三大料理でしたっけ、世界。そうなの。確かそうなんじゃないですか。ジャンが言うにはよ、はい、ジャンが言うには肉焼いただけだっつって。串に刺して肉焼くだけですねって。あいつジャン・アルキンが言うにはです。そうで、あとパンね、カチカチのパンですねってさ。すごい、なんか送ってきてもらった、たまにお母さんが、ジャンのお母さんが、はい、パンをね、はい、でカチカチなのよ。うん、うん、なんか。でもめっちゃうまいの。うまそう。うん。もうあれはね、癖になる。へぇ、たまに分けてくれるんだけどさ。はい。ジャンはウイグル人ですからね。そう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 。ちょっとチンして食べないとこれ歯折れますねってさ。トルコ料理はだからあれです。結構だから羊とかが多いっすよ、多分。うん。うん、そうですね。羊多い気がします。内陸系の。はい。そんで、すごいハゲちゃうらしいね、やっぱ。あ、そうなんですか。コレステロール高い食事の国は。あ、だ内陸系の人はやっぱりハゲやすいと。うん、なんかそういうイメージあります、うんうん、で逆にその、まあ、海に面しているところっていうのは、はい、やっぱり境界が多い、はいはい、でソースの文明が発達してないっていうところです、うんうん、内陸だとソースで臭み消したりするから、はい、添加物が多いわけですね。そう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 、というところで、まあ、まあね、日本人っていうのはだからどっちかって言ったら海に面してるから、はい、ハゲてる人そんないないよね。でも日本は多分多いですよ。すいません、内陸。あ、違います、あの多分ハゲてる率とか。あ、ハゲてる率多いんだ多分、はい、うん、逆にあのインディアンとか全然ハゲてないんですよ、誰もハゲてる人いない、うん、確かにそうだね、はい、うん、だからすいません、ビストロシャイニーですよ、ビストロシャイニーで今後だから、うん、だからハンバーグシリーズとかいいなと思ってるけどね、肉変え、うん、品変え、ああ、うん、だからそれこそちょっとあのこのコメントとかいただきたいですね。そうですね、ラーメン作る企画あったのにさ、ああ、ラーメン。まだに冷凍してあるよ。豚骨スープ。鹿ですよね。鹿。鹿骨ですよね。そう。え、冷凍したんですか。してあるけど、もう無理だよ。あ、本当ですか。うん、まあ、だからそういうのもちょっとやっていきたいですよね。うん、パンシリーズとか。あ、パンやりません？今度。どうしたら。ホームベーカリー買おう。引っ越したタイミングで。はいはいはい。ホームベーカリーってこういうやつですよね。そうそうそう。はい、ホームベーカリーは便利ですよ、はい。食パンとか簡単にできちゃう。はいはいはい。パンもいいよな。パンってあの本当にパン屋さんって本当いいですよね、うん、だからハイジーさん好きなんですか、自分たち。いいね。皆さんハイジーさん見たことありますか、ね、ハイジーさん。ハイジーです。
佐久間一行さんとね、いいコンビだよ、はい、あれパン屋さんに行くんですけど、あの回ほんと面白くてまああの二人が面白いのもあるんですけど、やっぱりねパン屋さんのパンって本当に魅力的ですよね。パン系 YouTuber の人いたら伸びそうだけどね。ああそう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 、うん、パン系やってほしいですね。多分ね皆さんが思っているより我々にとってすごいことやってると思います。何がですか？パン屋さんって、うんうん、温度のこと気にしたりとかさ、はいはいはい、だからそれを YouTube で仕込みとかするだけで大ヒットすると思う。あ、そうですか。なんか自分としてはいろんなパン屋さんのパンを紹介するやつがいいですね。ああ、うん、それはね、伸びる、伸びますよね、うん、で各パン屋さんが YouTube チャンネルを立ち上げるのもありかなって。ああ、ありですね。その最近やっぱ YouTube チャンネル の、 その江頭さんとか、あの最近芸能人の方ほんとすごいですね、うん、まあ、もともとすごい人たちだからさ。だけどそれ不思議なことにやっぱ伸びる人伸びない人がいるっていう。それはやっぱりあれじゃないですか、うん、その使われる側の人と自分でやっていける側の人と違うんじゃないですか。ああ、そうなんですか。使われることによって力を発揮する人もいるじゃないですか。はいはいはい。それはまあどっちいい悪い関係なく、もちろんだからそのテレビとしてはさ、はい、言う通りやってくれないと困るわけじゃん、はいはいはい、そういうふうにやる人もいれば、もっと俺いけんのにっていうカジサックさんタイプ、うんうんうん、なんかあまりこうなんかこう発言のチャンスを与えてくれない、はい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 、主張しすぎちゃうからっていうタイプでさ、はい、江頭さんなんてもう俺めちゃイケで江頭さんが出てくる回もうどれだけ興奮するかって、何してくれるんだろう。そうですね、はい。あと錦野さんね、錦野明さん、え、錦野明さん、そうですか。結構無茶すんだよめちゃイケで。ああ、そうだったんですか。錦野明さんは、あ、そうなんだ。そう、錦野明さんと江頭さんはすごいですよ。あの、あれっすよね、一回切れましたよね、一回。うん、しょっちゅう切れてる。なんかバズーカみたいなの食らってめちゃくちゃ切れしてる。体操選手なんですよね、確か。もともと。ああ、そうかそうか。宙返りしたりとか、はい、結構無茶なことやるんですよ。はいはい。で、見ちゃいけって何がすごいって、はい、あの小道具がすごかったの、全盛期の時。ああ、はいはいはい。もうすげえ、すげえ衣装があったりとか、すげえ、はい、セットでやってた。ああ、やっぱお金がね。あのすごいあれですもんね、かけられましたからね。あと世界丸見えとかね、毎回たけしさんがすごい、ああ、なんかバーッつってなんかたけしのなんか人形みたいなのが煙吹いたりとかしてましたね、でっかいやつ。そうそうそう、だから当時のやっぱテレビ業界って本当お金あったんですよね、あったろうね、うん、きっと。なんか一回話したじゃないですか、テレビ覚えてます、あるテレビ局の偉そうなやつあったじゃないですか、はいいたね、どことは言わないですけど、偉そうなやつだったね、偉そうなやつと、まあ、まあ全然あのそんなあれじゃないですけど、うん、やっぱまあ YouTube ってね、当時そのまあやっぱ今バリバリねディレクターやられてる多分30代後半ぐらいの方とかは、うん、YouTube っていう感じなんでしょうね、まあ、それも、うんうん、そうだから作り方が違うから。そうですね、みんなで作るものと、まあ、チームで作るもの、そう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 、本当そう思います。で、そう、それであの僕たちもなんでこんな金があるのか分かんないって言いましたからね。あ、そうだね、はい、うん、あのテレビがなんでこんな金あるのかは分からない、スポンサーでこんな集まんねえだろっていう、ね、そう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 言ってましたね、はい、もしかしたらなんか莫大な富を持ってる方がバックについてる、ああかもしれないです、ね、かもしれないです、はい、うん、そうですね。だって今テレビ見てる人いるって思うけどな。ああ、いや言います、自分なんてテレビめっちゃ見てますよ、 大好きですね。でもこの前久々にちょっとテレビ見たら、はい、あの本当に何だろうな、何も考えなくていいじゃん、うんうん、だからなんか本当空白の時間になってる、その時間、あ、はいはいはい、俺の中で頭空になってます。そう、まあそうですね。何か例えばじゃあ学習書、あの YouTube って基本的には何かをこうやって見て得ようってしてみるものが多いかなって、うん、うん、まあおすすめで出てくるの大体同じチャンネルになっちゃうんだけどさ。そうですね、だけどもう検索することもできるじゃん、はい、一応、うん、テレビは基本的にねやっぱ選べないし、ついたものをこうやってただ見るっていう、うん、あとやっぱり俺の中では偏った意見になりがちかなっていうところですよね。何がですか？テレビは。あ、そうっすか。悪いって言ったらなんかあたかも悪いように仕立て上げてきちゃうじゃん。まあ情報操作じゃないですけどできちゃいますからね。できちゃうから、うん、ちょっとまあうちの母親とかが まさにその世代なんですけど、はい、いいものはいい、悪いものは悪いみたいな、うん、だからほんとなんか脂っこいものでもテレビがいいって言ったらめっちゃ大量に食っちゃったりとかするのよ。まあ、そうやっぱね、自分もツイッターやってるじゃないですか、うん、これなんかまた変なのやってるよみたいな感じでテレビ系でさっきも回ってきたんですよね。マヨネーズが体にいいみたいなでマヨネーズをとにかく使いまくればいいみたいな、うん、それはちょっと語弊あるぞと、うん、
糖質が良くないから結局マヨネーズを食いまくりましょうみたいな。でマヨネーズだって糖入ってますよね。砂糖。まあそれもあるけどさ、普通にあの分かんない、普通に運動してる人じゃないじゃんそれ多分。はい。でコレステロールがちょっと多いんじゃないのって分かんないけど。そうですね、はい。普通に米でいいじゃん。なんで米食っちゃいけないの？そうですね。だって江戸時代とか米食ってみんな動いてさ、はい、細かったわけじゃん。そうですね。米食って一駅前から歩けばいいじゃんね。うん、そうやって言えばいいのにさ、うん、なんでマヨネーズ食わなきゃいけないの？確かにそうですよ、ね、それを鵜呑みにしちゃうんだから。まあでも分かんないもんは分かんないですからね、はっきり言って。その分かんない分野に関しては。そうだね、はい、スピードラーニングとかどうなんだろうね。本当に英語分かってる人から見たらどう思うんだろうね。俺超うさんくさいと思っちゃうんだけど。ああでもスピードラーニングは重要っていう人もいますね。ああそうなんだ、はい、まあ、それは立場によって違うじゃん絶対。あごめんなさい、あの何ていうんですか、勉強するのにめちゃくちゃいいって、あの少年いるじゃないですか。はいはいはい、自分たちの仲いいで少年は、やっぱ英語を覚えるのに、とにかく英語、映画を見た。映画を1日2本見たらしいんですよ。ああ、字幕のやつ。はい、基本的に、字幕は撮ってみるらしいんですよ。あ、そうなんだ。はい。すごい。だからやっぱ聞くと。何言ってるか分かんないじゃん、最初。何言ってるか分かんないですよね。そう。まだ、勉強は多少してるんですけど、それで、もう分かんないことがあったら、本当もう全部メモと調べるとか。ああ、はい。そういう感じみたいですね。あ、ごめんなさい。英語の字幕をつけるのかな。ああなるほどね、はい、はいはい、そう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 、それはいいかもしれないね、はい、確かに。やっぱある程度理解してからでしょ、うん、うんですね。だけどとにかく耳に入れるって、耳から覚えるっていうのやったらしいですよ。なるほど。俺英語とね、はい、英語と数字に関してはもう全然ダメなんですよ、ね、ダメですか。多分病気な先天性の。ああ、うん、それは困っちゃいますね。数字にこだわるくせに数字弱いから、はい、結構パニクるんだよ俺。あマジですか。何でもほら数値化したいじゃんなるべく。はいはいはい。だから別にさ、実際写真見なくても体脂肪率 5% で体重80キロって言ったら大体マッチョってわかるじゃん、うん、だからそれぐらい数値ってほぼ正しいもの、正しいものだからですね、と思うんだけど、だから計算とかいろいろあってさ、うん、大変ですよ。まあなんか話だいぶずれちゃったんですけど、うん、今日こんなもんところっすか。だからビストロシャイニーに関してはもうあれですよ。やる？あ、そう、これね、あれですよね。なんであるんですか？なんか前使われてましたよね。これだからあれですよ、だからこの前のビストロイベント、ビストロシャイニーとその花社長のボニークでイベントやった時に余っちゃってさ、はい、だから1ミリも減ってないと。うん、こんなんだってどうやって飲むのって話だ。だからそのジンね、これ香水だったらいいですよ、はい、香水って何ですか？体につける香水、はい、ほら、あー、いいですね、はい、だから香水にしようかなと思って。燃えちゃいますよ。でこれ謎のこの、まあ、オークション出しますよ。だからいや出さないですよ。14台じゃないですか。14台ね、惜しかったよ。飲まなかったのか。ほんと一口だけ飲みました。 あとこれ言わせてください、はい、14台の時の、うん、山形、はい、まあ、こんなに言うのもちょっとバカらしいんですけど、うん、岩川コーチが飲酒運転じゃないかって話なんですけど、もちろん奥さんはいますから、ね、さんがね、はい、ちゃんと。そうだ、あれってちょっと分かりにくかったのが、まず岩川コーチの、うん、スーパーカーに乗ってお蕎麦食べに行ったんですよ。はいはいはい。で、一回戻ってきて、その後、うん、奥様の、でっかい車で、ね、そう、まあ、BM なんですけど、うん、に乗り換えて4人で行って、あそこに行ったじゃないですか。そうそうそう。そう、その描写がなかったんで、あのままの流れで行ったって思われたから。だからテレビは怖いって言ってるのは俺そういうこと言ってるの。どういうことですか？要するに YouTube でさえそうやって勘違いする人いるから、テレビの都合のいい情報みんな流されちゃうの。はい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 。だから、ちょっと考えない人っていうのは、全部洗脳されちゃうっていう。言われた、見たものしか信じないんだから。まあ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 、そうですね。裏がどうなってるかとか見ないんだから。はいはい。だから俺はテレビが怖いと思うの。はい。だニュースでさえ怖い。この人が犯人だっつって、冤罪なんだからほとんど。ああ。裏では。でもそれいやほとんど冤罪じゃないですよ。いや冤罪の場合もあるわけ。はい、もちろんそうですよ、はい、冤罪だってことは言わないんだから。ああそう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 、うん、だから怖いのよ。だけど自分ちょっとそこで一つ言いたいのが、その何ていうんですか、それが過剰すぎて全てを陰謀論にしたい人いません？それはある、はい、そうだからそれはそう行き過ぎるとちょっとやっぱ危険だなっていう。まあほとんど、はい、もう自分には関係ないニュースじゃん、うん、だから俺はそういうのは聞き流してる、はいはい、ただ近場とか、うんね、タンパク質取りすぎて税がかかるとか、はい、例えば今後ねってなったらうわーってなるよ。まあね、胸肉すげえ課税されますよだったら、はいはい、うわーってなるけど、うん、関係ねえことばっかじゃん、はいはい、それは俺はもうそれこそスピードラーニングですよ。ビーンっつってもう、はい、聞き流しちゃう、うんうん、それは聞き流していいと思います本当に、うん、だからまあ分かんないけどさ、はい、どうでもいいことばっかなのよ落ち着いて考えれば。そうですね、うん、はい、コロナウイルスとかだって俺気をつけたって見えないんだろ。気をつけようがないんだもん。見えてればいいよコロナですって。
ちょっと近づかないけど、わかんないじゃん。わかんないですね。うん、気をつけようがないから。まあ、しょうがないですよね。だからといって会社休むわけにいかないじゃん。はい。できることはやっぱやるしかない、ね。そうそうそう。だからそれこそマスクしたりとかぐらいじゃん。はい、あんなの意味ないじゃん。ほんとスカスカなんだから。まあそうですね。うん、で、映さないようにするためでしょ。ちょっとどっちもあると思います。うん、やっぱでも、バーンってなった時に直接じゃなくて、やっぱ防げるものもやっぱ合うみたいな、ね。それやっぱりトレーニングした方がいいですよ。どういうことですか？免疫力上げてこいよって。だけど、これちょっと免疫力の話いいですか、うん、あの、結構トレーニングとか体酷使してる人って体調崩しちゃうんですよ。それある。はい。あの、なんか日本チャンピオンとかって結構風邪ひく人多いよ。ああ、そうっすね。ボディービルに関しては。集団感染とかもしやすいですからね。うん、まあ、ジムとかも、まあ、今全然大丈夫ですけど、やっぱね、ジムとかもね、結局コロナで、今度のセミナーあるじゃないですか。あ、はい。あれも、人ね、せっかく集まったのに、その影響でやっぱ地方から来る人、が本当はまとまってポンって来る人たちが全キャンセルしてる、うん、だからかなり少なくなって、ね、それはね、うん、あると思う。地方の方はあの車移動じゃん、はい、だから多分免疫弱いと思うんだよ普通の人。あ、そうっすね、でその人が東京来たら別にコロナか関係なく風邪はひきやすいと思う、うんうん、そうですね。だって昔白人があのあれでしょ、インディアン攻めてった時、はい、もうすげえ感染しちゃったんですよ。ああ、そうなんですか。うん、そうかそうか、免疫力ってやっぱあるんですね。そう、免疫力はかなり重要なんで、うん、そうだからというわけじゃないですが、まだの あまりありますので、来週のマッスルジムさんのセミナー、そうですね、ぜひ、はい、ぜひ皆さん、はいはい、150% ケンちゃんちゃん頼り150% アザミさんとゲンキさんと、そうですね、シャリで 300% でやりますね。やりますよ。そう、もうすみません、コロナがいつ関係ないんですけど、そのセミナーに関してはまだ募集しますので、ぜひ来週会いに来てください。お願いします。はい、じゃ今後はですね、ビストロシャイリーのイベントね、はい、年間 5,6 回定期的にやりたいななんて思ってますから、やりたいなとはまあ思いますけどね、はいはい、できればいいですね。そうですね、はい、興味のある人はね、はい、特殊なルートであの応募できます。特殊なルートですね、はい、ぜひね。てなとこですか。そうですね、はい、じゃあみんなもう夜遅いからもう、ね、遅くないですよ、まだまだ遅くないか今日あげますこの動画で、またビストロもねやりますんでね、やります、はい、バンバンやります。ビストロシャイニーも来週いっぱいやりますんで見てね、はい、またということで。ありがとうございます。ね、はい。じゃあまた明日。バイバイ。